皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回はおととい届いた園芸資材を3つご紹介しようと思っていますガーデニングや家庭菜園農業用の資材を販売している井出商会さんから購入しました今年は天候不順で長雨や日照不足に悩まされることが多いですその悪影響を少なくするためにこれらの資材が役に立つと思っています それぞれの資材の特徴と使い方についてお話しますので園芸やガーデニング家庭菜園に興味のある方はぜひ最後まで動画をご覧ください <music> まず最初にご紹介するのは園芸用ソフトシリカです 以前から使っていたのですが使い切ってしまったので再度購入しましたソフトシリカという商品名になじみがない方でもミリオンという商品名なら聞き覚えがあるかもしれません中身は同じもので計算円白土です計算円白土は良質な粘土鉱物で土壌の保水性や保肥力を向上させてくれます またミネラルを豊富に含んでいるため微量要素を補うことができます使用量の目安としては鉢植え用土に混ぜ込む場合は全体量の5%程度庭や花壇の土壌改良の場合には1平方メートルあたり 300g が目安になります個人的にはバーク堆肥とソフトシリカを水で溶いて 目の細かい網で濾した液体を活力剤としてバラの株元に散布しています。K3 塩白度は堆肥などの有機物と併用することでその効果が高まるのでおすすめです。最近購入した園芸資材の二つ目はリフレッシュです。 実はこれも先ほどご紹介したソフトシリカと同じ円度です。何が違うのかというとソフトシリカやミリオンが粒状の計算円白度であるのに対しリフレッシュは粉末状でであることです。計算円白度は葉面散布にも使いたいと思っていてその溶液を作る際に粉末状の方が使い勝手がいいのでリフレッシュを購入しました。 塩白土に含まれるケイ酸ケイ素は植物の必須元素ではないものの生育にとって役に立つ有用元素とされていますケイ酸には植物の細胞を強化する効果があるので養面散布剤として期待しています最近購入した園芸資材の3つ目は 海藻エキスです商品名はアルギンゴールドエキス何年か前に使っていましたが久々に購入しました海藻エキスは主に用面散布剤として使います1万倍に希釈するので 1g の海藻エキスで 10L の散布液が作れますコストパフォーマンスに優れた資材だと思います 海藻エキスにはミネラルやアミノ酸、多糖類が含まれています。これらは植物の代謝をサポートする成分なので、天候不順の際にも調子を落としにくくなるはずです。個人的には陽面散布剤として使う予定ですが、株元に散布しても効果的だと思っています。海藻エキスに含まれるアルギン酸やフコイダンなどの多糖類は、いわゆるネバネバ成分で、 土壌の暖流化を促進する効果が期待できます。定期的に散布したり、植物生態肥やもみがらくん炭などと併用することで、土壌改良効果を高めることができます。それでは今回の動画のまとめです。最近購入した園芸資材を3つご紹介しました。 今回購入した資材は、使わなかったとしても植物は育ちます。しかし、か天候不順による悪影響を軽減したりより良い生育を促したいという場合にはとても役に立つ資材だと思っています興味のある方は、使ってみてみください。またこれらの資材を使った活力剤や葉面散布剤を作る動画を撮影する予定なので次回の動画も是非ご覧ください